離乳食は悩みが尽きないなって思います。皆様こんにちは。今回は質問多いのでずっとやりたかったんですが、なかなかできていなかった離乳食アイテムの紹介をしていこうと思います。ぜひ最後まで見ていてください。まず何から紹介しようかな。離乳食は10倍がゆからスタートするんですけども、すり鉢で作る作り方、ブレンダーで作る作り方とかいろいろあるので、作ってみないとわからないし、自分はどれを揃えようかなって迷うと思うんですよね。私もすごく迷ったので、はい。で、結果的に私はこのブレンダーで作っていました。すり鉢でも一回作ってみたんですが、もうすごい大変、腕筋肉痛になるし、ね、赤ちゃんもまだ5ヶ月とかで大変な時期なのに、もうすり鉢は本当に大変だったので、ブレンダーがすごい便利でした。私はもともと持っていたので特別買ったものではないんですけども、こちらのパナソニックのこの品番のブレンダーを使っていました。で、本当に離乳食初期の10倍がゆとかの時は、これブレンダーした上にさらにこちらは100均セリアで購入しました。さらに裏ごしして揚げていました。10倍がゆ1週間揚げたら、その次の週から人参とかかぼちゃとか1さじずつ食べれるお野菜を増やしていくんですけども、人参だったりかぼちゃだったりとかもこのブレンダーでポタージュ状にしてから、さらにこちらで裏ごしして揚げていました。で、月齢が進むにつれてだんだんこの裏ごし作業は必要なくなって、ブレンダーだけで食べれるようになってきます。このブレンダーはこういった入れ物もついていたので、ここでこうぐしゃぐしゃっと潰しながら作っていたんですが、他にもこちらもこのブレンダーにセットでついていました。こういう風につけてスイッチを押すと、ここでお野菜がみじん切りだったり、みじん切りよりさらに細かくもなります。なので離乳食中期から後期ぐらいはこっちにお世話になってました。お野菜だけじゃなくて、中期の7倍がゆとかもこれでやってたかな。あと高野豆腐だったりとかツナだったりもこれでガーッと細かくしていました。なので私はブレンダーあってよかったかなって思います。今は包丁でみじん切りとか粗みじんとかやっているのでほとんど使ってないんですが、もうすごい時間がない時とか、野菜をたくさん大量にみじん切りしたい時とかはちょっと水分出ちゃうんですが、これで未だにやる時もあります。まあでも離乳食終わっても普通に使えるので、一つあったらいいんじゃないかなって思います。本当使う時期はそんな長くはないので、買ったけどもったいなかったなっていう意見とかもあると思うんですけど、結構私も友達とかでそういう風に言ってる子とかもいたんですけど、それでもやっぱり月齢が低い赤ちゃんがいる時にすり鉢で潰したりっていうのは本当に大変な作業なので、まあ1個あれば普段料理の幅も広がるし、私は、まあ、買ってないんですけど、もともと持ってたんですけど、あってよかったなって思ってます。そして作ったお野菜とかを冷凍保存しておくんですけども、ちょっと今も使っているので今洗って濡れてるんですけども、冷凍保存しておくのにとっても便利だったのが Amazon で買ったんですが、こちらはリッチェルの保存容器です。こう10倍がゆだったりポタージュ用にしたものだったり、1週間分だったら冷凍保存しておけるので、絶対に冷凍保存した方が効率がいいかと思うんですけども、100均で買った小分けの冷凍ケース、私は氷入れみたいなやつを100均で買ったんですよ。それはもう全然使えなかったです。それで凍らしても全然うまく出てこなくてダメでした。このリッチェルの容器は割とつるんと凍らした後剥がれます。中氷外してこういったストックパックに保存しておくんですけども、100均のはそれがとっても外れにくくて、このリッチェルの容器が良かったですね。で、これもいろいろサイズがあるんですけども、これ何サイズって言うんだろう、またちょっと Amazon リンク概要欄に貼っておきます。結構大きいマス目なんですよ。でも結果的にこの大きいやつ買っといて良かったなと思って、
まだ全然食べられない時は別にこう満タンに入れなくてもいいので、半分ぐらいとか入れて凍らして使えばいいですし、今は量も食べるので本当にこの大きいのにしてよかったなって思ってます。これは今でも使っているのですごく重宝しています。そしてこの凍らしたものを先ほども言ったようにこういったストックバッグに入れて保存しておくので、使い慣れてるし、こうしっかりしているので、 IKEA のものが結構好きで IKEA のものをいつも使ってるんですけども、今切らしていてなかなか IKEA に行けていないので今はこちらを使ってます。こちらはセリアのストックバッグです。 IKEA のものより薄いんですが全然問題なく使えています。20枚入り100円なんでお得ですよね。今凍らしてるやつ持ってこようかな。もう今一つしか入ってなかったんですけども、これは皮を剥いたナスと小松菜、チンゲン菜と鮭をみじん切りにして炒めて凍らしておいたものです。先ほど紹介したこれに入れて凍らしてこんな感じで保存しています。離乳食作りって初めてだから本当に基本がわからなくて、まず10倍がゆって何とか、1週間10倍がゆで2週目から1さじ野菜も足して、じゃあその次の日からはどうするのとか、初めてだからわからないことだらけなんですよね。なのでこう本とかを参考にした方がいいかなと思うんですけども、私はこちらの本を参考にしました。初めての美味しい離乳食と離乳食アイデアブックです。こちらを参考に作っていました。こう基本の作り方からこうフリージングだったり時短のやり方だったり、こう OK 食材と NG 食材とかが一覧で見れたりするので、本は一冊持っといた方がいいかなって思います。今便利なアプリもあって、手作り離乳食っていうアプリもあって、これは友達から教えてもらって、これも私も使ってるんですが、今は月齢が進んで食べれる食材が多いので、あ、今日この食材だから何作ろうかなっていう時にこう気軽に検索したらレシピが出てくるので、そういう感じで使っているんですが、本だとこの食材リストもしかり、それだけじゃなくてこう食べさせる時の姿勢とか、どういう風に離乳食進めていくかとか、本当に基本の気の出汁の取り方とか、こう本当に進めていくと悩みもいっぱい出てくるし、これでいいのかなってこう自問自答しながら進めていく感じになると思うんですけど、そういった質問が多いような Q&A が書いていたり、ごっくん期からもぐもぐ期にどういった合図でどういったタイミングで進むかとか、まあ、次またもぐもぐ期からかみかみ期に、かみかみ期からパクパク期にどんなタイミングで進むかとか、そういったこともやっぱり本には詳しく書いてあるので、一冊は本は持っといた方がいいかなって思います。どっちも良さが違うし、どっちも良かったんですよね。今日からこの食材食べさせようと思ったら、その食材をこっちでも見てこっちでも見て、よりやりやすそうな作り方で作ってっていう感じで両方見てたので、どっちがいいって難しいんですけど、でもどちらかといえばこちら決定版初めての美味しい離乳食が分かりやすいんじゃないかな、結構厚みもあって詳しく書いてくれているので思います。もう本当に離乳食って不安だらけですよね。私もそうだったし、今でも悩みは尽きないです。離乳食の悩みは尽きない。はい。そして食器なんですけども、見てください、小さくて可愛いですよね。すごい可愛い。こちらは友達から出産祝いにもらったルクルーデの器です。本当に最初はこの量で十分なんですよ。今でもおかずとかこれに入れたりして使うんですけど、本当こんな小さくて可愛いの、ゆくゆく大きくなってからもなんか思い出になりますよね。この小さい器から、この一さじから始まったっていうなんか思い出になりますよね。なので一番初めに使う食器はこういったちょっと可愛い食器、いい食器を使ってもいいんじゃないかなって思います。私はもう子供が大きくなって使わなくなっても思い出にとっておくと思います。そしてこれ、そうプレゼントでもらったんですけども、ありがとうございます。本当に出産祝いでもらったんですけど、5ヶ月間意外にあっという間に離乳食が始まるので、
こういったプレゼント絶対使うし、これから揃えていかなきゃいけないものだから、プレゼントにもすごくいいなって思いました。はい、こちらとあとこれは100均これは100均なんですけども、これはセリアかな、これもなんか雫型で可愛いかなと思って、まあ、これをローテーションで使っていました。冷凍で保存しているので電子レンジ OK なことが必須ですね。そしてスプーンは初めこちらを使っていました。こっちが4本セットでこっちが2本セットで、アイハーブで両方購入しました。こっちのシリコンスプーンがこう先につれて細くなってて柄も長いから使いやすかったんですけど、まあ柄が長い分こう落ちてしまうし、なんだろう、このシリコン素材がすごいゴミとか細かい毛を引き寄せるんですよ。なんであんまり良くなかったかな。食べやすさはすごい良かったんですが、うん、このゴミがついてくるのがすごい嫌だったのであんまり使ってなかったです。で、私はこちらのスプーンばかり使っていました。こちらが熱かったらこのスプーンの部分が白く色が変化します。また今常温に戻ったらこの色なんですけども、熱かったら白くなるので赤ちゃんのやけど防止になるので、こちらのブランドなんですけど、このブランドは赤ちゃん方向でも取り扱いがあるブランドになります。このスプーンは多分置いてないと思うんですけど、赤ちゃん方向でも取り扱いがあるようなアメリカのブランドになっています。冷めたかなって思ってもこうスプーンを入れると白くなったら、あ、まだ暑いんだとか、毎日のことだからうっかりこう温度確かめたつもりでも忘れていたりしちゃうので、その時にスプーン入れて色が変わっているとさすがに気づくので、このスプーンをずっと使っていました。で、今はこのスプーンプラスこちら、こちらのスプーンもアイハーブで購入しました。これはちょっと離乳食初期の話ではないんですが、私があげる時はこのスプーンで、こちらは本人が持って食べるスプーンとフォークになります。こう持たせても大丈夫な感じのスプーンとフォークです。ちょっと早いかもしれないんですけど、このスプーンを自分で持たせて食べさせてます。ヨーグルトとかご飯とかだったら自分で持って食べたりもするし、食べなくてもこれを握ってこうご飯でご飯をこうすくったりするんですけども、10ヶ月ぐらいになってその食べなくなった時期があったんですよ。なんか何あげても好きなものをあげてもなんか食べないみたいな時期があって、もう本当に食べないのがストレスで、一生懸命朝昼晩作っても本当食べないのがすごいストレスで心配だし、10ヶ月ぐらいすごい悩んだんですけど、これで解決しました。うちはスプーンを自分で渡したら、つかみ食べはすごい気まぐれでしない時も多いんですけど、でまさかのスプーンでこう食べ始めて、と思って10ヶ月でもうスプーン使うんだと思ったんですけど、多分性格でこう物を使うっていうのが多分好きなんですよね。結構早い段階でこういったヘアブラシで自分で頭を溶かし始めたり、なんかこう物を使うっていうのが多分好きな子なんですよ。なのでつかみ食べはあんまりしない時も多いんですけど、このスプーンで食べ始めて、でスプーンで自分で口に持ってこなくてもこうご飯をこうすくったりとかしてる間に、私がこっちであーんとか言ってあげたら食べるようになったんですよ。なのでこの自分で使えるスプーンとフォークを早めに用意しておくのもいいんじゃないかなって思います。あと食器なんですが、こちらもプレゼントでいただきました。こういった木の温かみがある食器はいいですよね。こう子供にも触らせてあげたいし、電子レンジは使えないんですけどすごく可愛いし温かみがあって気に入ってます。なので電子レンジかけなくていい時、こう作りたてのご飯だったりとかはこちらであげたりしています。一番上に名前が彫ってあるんですけど、こういう感じでメッセージが入っていたり、こちらスプーンにも柄の部分に名前が入っていたり、とっても嬉しいプレゼントでした。はい、出産祝い考えている方はこういったものもいいんじゃないかなって思います。そしてエプロンなんですけども、こちらですね、首にこうかけるシリコン状のエプロン、
こちら全部同じブランドのエプロンなんですけども、すごく使いやすいです。こちらも全部プレゼントでもらってめっちゃ重宝してるので、これも出産祝いのプレゼントにいいんじゃないかなって思います。そう、箱から出してないんですけども、こちらのブランドで、これはゆりあちゃんにもらいました。黒でめっちゃ可愛い。次々開けたらもったいないかなと思って今まだ開けてないんですけども、すごいモノクロでかっこよくてすごく息子に似合いそう。こちらも出産祝いにその子の息子くんとお揃いでもらったのと、こちらはうちの妹にもらったものです。どれもめっちゃ可愛いですよね。つかみ食べとか始まると結構ここが汚れるので、飲み物とかもコップ飲みとかをさせると結構ここにこぼれるので、こう食事中にこう付け替えたりとかもするんですよ。なのでたくさんあって重宝してます。これ女の子用もすごい可愛いんですよね。デザイン、あと旅行のビログでもあったと思うんですけども、持ち歩きができるような薄めのお食事スタイル、ここにこう針金が入っていてポケットがこう立体的になるようになってます。めっちゃ可愛いし、これもねプレゼントで友達からもらいました。めっちゃ可愛いですよねこのデザイン、おしゃれ。これのこうつかみ食べ用の袖があるエプロンもプレゼントでもらいました。それが今洗濯して寝室にあって、で今寝室で息子が寝ているので主人がそれを見てくれてるんですけども、ちょっと後で取りに行って別撮りしたいと思います。そしてこちらは中身だけ旅行のビログで紹介したんですけども、こちらもそのさっきのスプーンと同じブランド、赤ちゃん本舗でも一部取り扱いがあるブランド、使い捨てのスタイです。私はアイハーブで買ったんですけど、似た感じのがコストコにも売ってました。こんな感じで後ろはテープになっていて、でこの後ろの部分をひっくり返すと立体的にポケットになるので、外出先で使ってすぐに捨てれる使い捨てのスタイルです。こんなのもあります。だいぶ動画が長そう。そして最初はスプーンでこう水分もお食事と一緒に与えてたんですけども、少しするとストロー練習を始めます。それに便利だったのはこれなんですよね。で、本によってはストローはこう哺乳瓶を飲む口に戻してしまうので使わせない方がいい、いきなりコップ飲みを練習させる方がいいっていう意見とかもいろいろあると思うんですけども、やっぱりでもこうストローで飲んでくれると外出先とかでも気軽に水分補給できるので、こう水分ね足りてなかったら怖いので、私はストロー練習をしました。でその時に便利だったのがこちらの、こちらもまたリッチェルなんですよね。こちらもまたリッチェルのストローマグセットになります。まあでも私が欲しかったのはこっちだけなので、これ Amazon で買ったんですけど、こっち単品で売ってるならこっち単品でも良かったかなって思うんですけども、こちらのストローマグがいきなりストローマグっていう名前なんですけど、すごくストロー飲みが上達するアイテムだと思います。ストローもねいきなりこう与えられて赤ちゃん吸えないんですよ。なのでストローもコップ飲みも全て練習なんですよね。本当今当たり前に自分たちがしてることが赤ちゃんにとっては当たり前じゃないので、本当すごいなって思うんですけど、こちらのストローマグはこういった感じのタッパーになってて、もう今はねダメなんですよ、これ開くの知ってるから、こう飲まない、こう開ける方が楽しくって飲まないんで、もうこれでは開けてないんですけど、ここにプッシュって書いてあるので、ここを押すと吸ってなくても飲み物が上がってくるんですよ。なのでこう赤ちゃんが口をつけた時にこれを押してあげると、ここから飲み物が出てくるっていうコツをつかむんですよね。なのでストロー飲みを結構早く習得できると思います。で習得できたらこれ開けてコップ飲み練習にも使えるので、これは買ってよかったですね。これが欲しくて、でこれとセットでこのマグがついてたんですけども、このマグはまあ普通のストローマグです。押したら出てくるとかそんなんじゃなくて普通のストローマグですね、こっちは。でもう一つストローマグ、出かけるときはどっちかを持ち歩いているんですけども、そろそろもうちょっと大きいサイズを買った方がいいのかなと思ってます。あとはこちら100均セリアかなで買ったんですけども、こういったうどんカッターです。
これがあればこう外出先でもうどんとか麺類だったりとかをこうカットできるので持ち歩いてると便利だよっていうグッズなんですけども、一回も使ってません。はい、まだねこう外出先で食べ物を与えるってことがないので、外出先でも自宅から持って行ったものはあげるんですけど、そのお店のものを味濃いのでお店のものを食べさせるってことはまだないので、一回も使ってないんですけども、これから使うかなと思ってるんですけども、どうなんでしょうか。はい、そしてこちらも100円グッズです。こちらはこう一気にまん丸の小さいおにぎりが作れるやつですね。こうやってご飯入れてパチンと止めて振ればまん丸おにぎりができるやつなんですけども、離乳食が進んでいって後期こう手づかみ食べをしだした時にこう毎日おにぎり作るのってこうちょっと大変なので、これで一括で作れるのでとっても便利です。そんな感じかな、長くなっちゃいましたが、こんな感じが私の離乳食の愛用品です。離乳食ね、こう食べてくれる姿がすごく可愛いし、幸せで喜びでもあるけど、とても大変だし、こう食べてくれなかったりすると心配だし、こう本当離乳食は悩みが尽きないなって思います。11ヶ月の今も探り探り悩みながら離乳食を進めています。はい、ぜひ少しでも参考になれば嬉しいです。関連動画も貼っておくのでぜひ見てください。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。